はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です、やってきましたビックリマンコラボガチャですね。そして確定、超激レア確定ですね、来ました。十分にね、貯めてましたので、なんとか全キャラクター、揃えられればなーっていうところですね。今回私は 初参加ですね、ビックリマンコラボは初参加なので、全キャラコンプリートしたいところではありますけど、するかな、どうかなっていう感じですね。まあ初回割引ガチャとかもねあるんで、750ですね、初回750ですね、半額のやつもあるんで、たっぷりとレアチケットも使っていこうかなと思います。ではね、早速いってみましょう。まずはレアチケからねいきましょう。さあどうだ、ぐるぐる回って、ボサーツ、お、ビックリマンチョコがプレゼントされました、いいですね。さあどうだ、続いて2、猫ジュラ、ビックリマンチョコもらえるんだ、知らなかった、引くまでわからなかったです。さあそして、さあどんどんいきましょう、魔剣士、ちょっとあのテンポがですね、テンポが悪い気がする、ネコロッカー、どんどん、ネコロッカーはね強くなってくるってありがたいっすね。さあ猫魔女、さあ5つ引いて激レアもなし、おっと激レア来ましたね、こたつ猫、タコツボが強くなりますね、耐久力上がる、嬉しい。さあボクサーなんだ、寒い。さあ続いて猫魔女、なんかね、わからない時間帯もありましたけど、おっと来ました、早速激レアさんいらっしゃい、サタンマリアですね、サンタマリアとか言いそうになりました、ビックリマン世代ではあるんですけど、ビックリマンの流行に乗り遅れて、買わなかったという過去をね持ってます。はい、猫ジャンパーありがとうございます。本当にね、なんか流行に乗り遅れたっていうのがね、悔しかったっていう思い出があります。ここでね、そういう悔しい思いを晴らしてもらえればなっていうところはあるんですけどね、まあどうなんでしょう、やっぱりね現物がねないとね寂しいところはあります。だからテレビアニメもね見てないんですよね、多少は見てたかなっていう感じですけど、やっぱりねストーリーとか全然わかんないんでね、面白くなかったっていうのがね正直ありますね。まあ見とけば、おーっと来ました、天空神スーパーゼウス、反射ですね、出っ歯反射ありがとうございます。さあこれでサタンマリアですね、サンタマリアって本当にそういうとなるな、サタンマリアのですね、そして天空神のスーパーゼウスですね、2体これで撤退でもいいのかなという気はしますが、まあコンプですね。結局何体いるんだ、これをよく見ると、ちょっと次でちょっと本当確認してみましょう。武闘家、1体2体12345678999体ですね、7体手に入れるというわけですね。激レアもね、持ってない、初参加ということで、ね、激レアも持ってない、ちょっと本当にもう一回調べよう。12345678910、激レアさんですね、ネロ変身マシンとネロマシンと鬼神アリババですね、は激レアさんですね、激レアさん
で伝説キャラクターか、そうですね、はいはい、上からもう一回数えていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、7体ですね。激レアさん7体でシークレットが1体、伝説ですね。さあ行きましょう。コラボはということは、欲しいのが7、8、10ですね。10体欲しいところなんですけど、まだ2体だというところですね。ちょっと難しいかな。10体は難しそうです。さあでもね、重要そうなキャラクターは取れたんじゃないかなという感じです。ただね、ヘラクライスとかね、欲しいですね、やっぱりね、おっと来ました、ヘラクライス言ってたそばからありがとうございます。やりました、やりました。これで撤退もありというパターンが見えてまいりました。ありがとうございます。さあそして引き続き引いていきましょう。ありがとうございます。さあマシンネロですね。さあいいですね、いいですね、ネロマシンか、ネロマシン。さあそして4体、あと6体ですね。6体、かぶりなしでいければありがたいところです。おっと来ました、スーパーデビル、スーパーデビル5体、あと半分、あと半分。お、60からまだ半分いってないですからね、レアチケ。それで狙えていけそうな気がするですね。さあどうなんでしょう、どうなんでしょう。竹馬はね使ってないですね。さあどうでしょう、猫海賊。さあどんどん行きましょう。30ですよ。31連目、行きました。ロッカーですね。さあ続いては陰陽師。さあどん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 行きましょう。さあおっと来ました、6体目、シャーマンカーンですね。シャーマンカーン、どう言えばいいのかな。シャーマンカーン、シャーマンカーン、いいですね。でもね、わかんないんですよ、わかんないんですよ。ぴったりど真ん中世代なのにわかんないっていうね、なんかちょっとおかしな感じなんですけどね。なぜあの頃に興味を持たなかったという感じなんですけど、まあ今更ですね、今更ですけど、こうやってコラボとかね振り返って、だからね、知らない世代だったらよかったんですけどね、ど真ん中世代で知らないっていうのがね、なんともなんかとも言い難いものがありますけども、まあまあまあ、そういうね、人生を送ってきたということでね、まあ今を楽しければそれでいいんじゃないかということでね、回しております。さあ猫寿司、寿司ですね。黒人が強くなってくれると本当ありがたい。さあ占い師と、まあ6体、激レアも含めて6体ですから、いいところではないんでしょうか。さあコンプリートまであともうちょっとっていうところなんですけどね。4体、これも難しいですね。しかも一つは伝説ですよね、伝説レアが入ってるんで、こうちょっと難しいところはあるとは思いますが、まあね、全部使っててもね行きたいところです。激レアさんでいらっしゃいですね。何も見えないとちょっと目が見るときにびっくりしますね。おっと、さあ何か、ヘラクライス、ありがとうございます。他のキャラが欲しかったけど、まあ重要キャラがね、かぶったということでありがとうございます。さあどんどん行きましょう、どんどん行きましょう。ああ来たーと思ったんですけど、また女神ですね。女神がねちょっと怪しいというか、ややこしいですね。
さあバーベルですね、バーベルもお世話になっております。さあどん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 引いていきます。さあまたドロールもねいいですね。さあ残り11。さあ乙女ですね、乙女猫。さあ残り10体のうちに、マシンが来ましたね。もう一つのね、劇団さんが来てほしい。さあさあさあどうだ、マシンかぶり3かぶりです。まあ、かぶりはね、きちんと強化させてもらいましょう。おっとシャーマンですね、シャーマン。さあスケートですね。なんでやねん、にゃんでやねんがね強くなりますね、にゃんでやねんが。さあ続いてさあ僧侶はあまり使ってないですね。さあどん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 回していきます。さあ60回で、まあかぶりをなくすと入れないと6体というところになってきますかね、これは。猫アーチャー、バスタブ。さあではリアチケ最後の1枚、どうだ、我慢。さあそして続いては、引いていきましょう。半額750いきます。さあ確定演出は来ないですが、まあ確定してるんでしょう。僧侶12ハサミ3、おっとありがとうございます。激レアさんのアリババですね、鬼神アリババ ありがとうございます。7体目でこれ34ですね、4リンゴ、5陰陽師、6占い師、7ロッカー、8菩薩、9ファイター、10おっとありがとうございます、ゼウス。さあゼウス、スーパーゼウスありがとうございます。これで8、あと2体これもしかしてフェニックス来ました。さああと1、あと1、え1え1伝説レアが来ないか、来なくてももうこれでいいんじゃねえのかっていう感じですね。これは厳しい世界になってきましたね。ゼウス、手に入りました、手に入りました、入った。ブラックゼウスですね、ブラックゼウスが、ここからまた引くんですかっていう感じですね。さあ行きましょう、猫缶伝説リア来てクールスワイ。さあどうなんだ、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、ありがとう。でもね、今欲しいのは伝説リアなんだ。さあ確定演出来ました、もうね飛ばしていきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、おっとゼウスが来ましたね、フェニックスですね、フェニックス。さあさあ11枚ですよね、11枚、あで数え間違えてますね。はい行きましょう、確定演出でが来てないですね。さあ1ネロ、2アリババ、3海賊、4エステ、5占い師、6バーベル、7リンゴ、8僧侶、9菩薩、10ホッピング。さあ最後、フェニックスですね、フェニックス。さあ行きましょう、なんかどんどん、溶けていっております。1魔女、2ハサミ、3僧侶、4ザイル、5ネロすごいな、6スーパーゼウス、7海賊、8占い師、9ネロ、10人形。さあ最後、スーパーデビル。さあ
あと2回ですね。さあ、どうだどうだ、1位車輪、2位ファイター、3僧侶、4魔女、5ジャンパー、6ホッピング、7車輪、8ホッピング、9ドロボー、10魔女、最後はフェニックスですね。失礼いたしました。咳込んでしまいました。いつになくね、はしゃいで声を出しているもんでね、にゃんこ、いっぱいですのでガチャを回すことができませんということで、ちょっとぐる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 といきます。編集点を作ります。はい、ちょっとね整理し直していきました。では編集点が終わったんでね、いきましょう。いきますと、最後ですね、最後。さあどうだ、1位トースト、トースター、2位魔女、魔女じゃない、女神ですね。おっと来ました、天空神ですね、天空神、天空神、3、4ですね、4ジャンパー、5エステ、6占い師、7アリババ、8ブリキー、9トースター、10人形、さあ最後、デビルでしたね。ありがとうございましたと、最後にね、半額のを引いてみましょう。半額はロッカーですね。ありがとうございました。結局は伝説レア以外は全てコンプといった形ですね。これね、終わり、普通ならね終わりたいところなんですけどね、これせっかくなんでね、プラチナガチャを引いてみたいと思います。だから何が来るかなと思ったら、いっぱいのためガチャを引くことができませんということで、今回はこれで終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になって、というわけにもいかずにね、やっぱりね、引くことにしました。整理一体ねしましたんで、いきましょう。はい、ドン、プラチナガチャ、プラチナガチャ、さあどうだどうだ、お、ありがとうございます、かぐや姫、持ってなかった、ありがとうございます。何気に良かったです、ありがとうございました。本当にね、長丁場のね、動画ありがとうございました。本当にね、伝説レアは欲しかったんですけどね、まあ、動画外でまた引くかもしれないですけどね、1165なんで引く可能性がちょっと高いんですけどね、まあ、期間中にまた引けたら引こうと思います。これはね動画外で、やっていきます。で引けたらね、報告させていただき、何かの形でね報告させていただきます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。